こんにちは、ミツバチハニーのルミです。早いものでミツバチを飼ってからもう3ヶ月ほど経過しようとしています。今日は今のアップデートと、あと最近分蜂を経験したので、その時の様子をお見せしたいと思います。最後までご覧ください。今巣箱が3つあるんですけれども、これが巣箱の1、そして2、そして3番目になります。で、巣箱の1が最初に分蜂をして、でそのミツバチたちは捕まえることができませんでした。で、2番目は分蜂はしてないはずなんですけれども、結構まだ成長が遅いです。で、巣箱3の方なんですけれども、つい先日分蜂をしました。で、その分蜂したもう半分を捕まえることができました。で、今はだいぶ減ったので、みんな飛び回ってるんですけれども、ちょっと前までは多分巣箱の中がすごく暑くて、それでみんな入り口のところに張り付いて風を送ったりしていました。これがその時のミツバチたちの様子です。巣箱の中には入らず、外に固まったり壁に張り付いたりしていました。この後この閉じている門は全開にしてあげました。で、巣箱の3から分蜂した時に、その半分の蜂たちが向こうに見える木のところに集まったので、そこで今回はキャッチすることができました。で、今まだ木の下にキャッチした蜂たちがいるんですけれども、一応この巣箱にみんな入ってくれて、今はここにキープしています。で、本当の巣箱がまだないので、それを購入して今それをセットアップするのを待っているっていう状態です。この木の上ですね、ここに分蜂したミツバチたちの塊がありました。私たちも今回キャッチするのは初めてのことだったので、どうしたらいいかわからなかったんですけれども、はしごを使って木の枝を切ることにしました。キャッチしたミツバチを入れる簡易的な巣箱はあらかじめ準備しておきました。大事なことは女王蜂をとにかく巣箱に入れることで、女王蜂が入れば後の働き蜂もみんなついてくるので、ちょっと新手な方法ですけれども、枝を振って中に入れました。ほとんどの蜂をこの箱の中に入れることができたので、女王蜂もこの中に入っていると見込んで、このまま様子を見ることにしました。今蜂が、いたところをカットしたんですけれども、蜂がいる枝をカットして、そしてこの中のに入れました。ただみんなが今、多分クイーンが入っているので、みんなが中に入っているところです。このままちょっと様子を見たいと思います。
これは数時間経った時の様子です。だいぶ落ち着いてきていました。これは捕まえてから 2,3 日経った時の様子です。どうやらここに留まってくれそうです。これは分蜂が起こる前に巣箱3の内見をした時の様子です。この時にフレームがかなり埋まっていたので4段目を重ねることに決めました。4段目がようやく再日できる段になりますので、このようなメッシュのパネルを乗せて女王蜂が上に来て卵を産まないようにします。で今4段目を乗せました。でフレームの方は空っぽなので、これからミツバチたちが蜂蜜を作っていきます。でコロニーの成長がちょっと遅い巣箱の1と2に関してはしばらくの間シュガーウォーターを追加してあげていました。今は自然の花がたくさん咲いているので、この3週間ぐらいですかね、シュガーウォーターをあげるのは控えています。はい、以上が現在の状況になります。巣箱は3つあります。でも分蜂をキャッチしたおかげで4つ目が増えそうです。あっという間の3ヶ月だったんですけれども、今のところ大きな問題はなく、コロニーも順調に成長を続けているところです。